どうもこんばんは。はい、こんばんは。じいちゃん、かっちゃんです。むいです。どうもどうも。はい、どうもどうも。1週間ぶり動画じゃ伝わんないから。伝わねえな。動画の始めでいきなりちょっと不穏なこと言うけど、うん、最近食事系ばっかり投稿することになってるけど、よろしい？いや、わかんねえ。心霊そっちのけで。心霊そっちのけなんだよ。頭が楽なんだよな。ああ、それはあるでしょうね。うん、甘いもの欲しなくなった。うん、で、今回、またグルメ。グルメマックの。はい、新メニュー。なのかな。新メニュー。たまにはね、僕らも心霊じゃなくて、そういう流行り系とか、なんか。はい、流行りに乗っかってみました。乗っかってみようかななんて、よく乗っかって、波落ちるんだよね。最後にたどり着けないんだけど、まあ心霊はちょっと置いといて、置いといて、うん、今回ちょっとまたやってみたいと思います。はい、ご飯バーガー、ご飯バーガーの3種類。まずはどれからいかれますか。どれがどれだか分かんねえな。本当だな、これ茶色な。なんかね、さすがマック、あのね、乗り方雑い。じゃあ俺、ご飯のチキン、茶色いやつ、茶色いね、袋で入ってね。ででででってれ、なんかね、見せるね。こんな感じ。見えるかな？ライトきついかな？もうね、はっきり言って、まあ、見た目はもう、考えないっていうのがまあ、マックの主流。私は一切そんな発言をしておりません。ね、もうね、見た目じゃない。値段。値段1個でも400円ぐらい。高いんだよな、思ったより。マックにしては高いよ、うん。ではね、これね、見てください。あのね、チキンですね。まあ、美味しさは伝わらないからいいや。では、僕、いただきます。食べるんだよ。じゃあ、いただきます。はい、いただきましょう。すごいな。味もすごいぞ。味もすごいぞ。ぱっと見なんか上は焼きおにぎりなんだよな。そう、本当にね、焼きおにぎりなんやけど、うん、もうね、このケチャップとマヨネーズみたいなこのタレ、うん、が全て美味しいのか、他の持ち味を殺してるのか、どっちやで。うん、食いずれ食いずれ。朝マック人間としてはね、こういうね、汁びちゃびちゃ系をね、普段手に取らないからね、すごいこういう汁びちゃびちゃ系の取り方がわからない、うん。これね、うん、うん。いただきます。ご飯まずいな。うん。ご飯はね、もう、こまい。こまい。もう日にちが経ったご飯って感じだね。確かにな、その、本当にマックの、その、うん、あの、バンズ、うん、を米に変えたっていう感じだな。なんか、見た目焼きおにぎりだけど、うん、言うほどなんか、あの、米のカリッカリ感もそんなない。もちもちしてる。うん。なんか、日水の焼きおにぎりの方がうめえな。食ったことないな、それ。そう。1個目から大丈夫か、このレビュー。変更っとるかな、これ。でも、二度食うかって言ったらもう食わんな、俺。なんか、食いづらいな。そうね、なんか、うん、もっとその、米の部分が、なんていうの、うん、固まってるかと思ったら、うん、もう、パサパサ。思った以上に、ボロボロこぼれる感じ、うん。これ、子供に食わしたくないな。机汚れるタイプだな。ボロボロこぼすな。うん、机どころの騒ぎじゃねえぞ、これ。床下までで、うん。服もボロボロになるな。うん、まあね、でもね、本当でも他のライスバーガー俺わかんねえからさ、うん、うん、こんなもんって言いや、こんなもんなのかな。珍しい。全部食った。え、違う、あの、いや、もう次行きたそうな顔してるから全然。まあいいや、これは後で食べるとして次行きましょう。お腹いっぱいになってきた。マジか。早いな。嘘。次食べ過ぎだわ。何がお腹いっぱいになる前食べてんねん。残すの、残したらかんっていうさ、教えやったもんで。次どっち君、むい君が好きな方。どちらにしようかな。はい、ゲームだぞ今。はい、次。
緑の何バーガーだ。ビーフベーコンって書いてある。あ、ビーフベーコンレタスか。うん。ご飯ベーコンレタスバーガー。さっきよりかはね、なんか立派に見えます。そう。チーズが入ってる。そう、ベーコンとチーズが入って。もうなんかでもボロボロこぼれるプリパないんですけど。すげえんだもう。レタス。まとまりがね。俺らみたいやん。さっきの方がいいな、チキンの方が。チーズたまんねえな。あー、こういう味か。チーズたまんな。そうね。改めて思うと、ご飯にそのチーズかけたりとか、ベーコンかけたり、かけるっていうか、ベーコン乗せたり、あんましないですもんね。うん、ああ、合わないな。俺らの感じだと。今まで一番合わんと思った。わお。でも合わないな。なんか、チーズってやっぱパンですな。うん、ベーコンもそうだけど。ベーコンもチーズも、すごい味を主張してくれる。ありがたいことね。そう。で、それを優しく、パンは優しく包むんだけど、ご飯優しく包む気ないわっていう。うん、ない。うん、大丈夫か、このレビュー。なんか感想が徐々に不安感じとるけど大丈夫か。さあ次、照り焼き。照り焼きは裏切なんでしょ。照り焼きとご飯も一番最後に残しよかったね。ああ、偶然。なんという偶然。今まで一番テンション上がってました俺。やっぱどちらにしようかなって役に立つんだな。なあ、神様はそうしてくれたんや。嘘やろ、飯食ってんっていう感想ある。ん、こんな風なんだけど見えるかな。ごめんね、なんか見にくくて。うわー、照り焼きのタレがすげえ。皆さん、マックはバンズでしょ。もうそもそもが食いずれ。これ本当に人気が出ると思って作ったんかな。そんなに？いただきます。俺マックって言ったらさ、ムイクも知っとるように俺照り焼きしか食べんやん。うん、ああそういえばそうね。あのね、今真っ先に思ったこと言っていい？うん、あのお寿司屋さんである、うん、あのハンバーグを頼んだ、頼むようなお子ちゃまはすごい好きな味だと思う。俺真っ先に寿司屋のハンバーグが思い浮かんだ。あのご飯のシャリにハンバーグちょこんと乗ってるようなミートボールとか、ああいう味になるんだなっていうのを今思った。なんかね、バンズで食ってる焼きは美味しいなと思ってるんやて。何が合わないの？まあよ、いや、わかんねえ。絶対これ良い子のお子ちゃま食べるときナイフとフォークかスプーン使った方がいいぞ。食いづらい。それじゃあもう完全に照り焼きのハンバーグやん。ベタベタだもんな。なんかなんていうか、もっとね、あの五平餅みたいな感じのやつで包んでるのかなって思ったら、本当になんかまだ形が残った米ですからね、このバンズも。もう俺食えん。よし、ご感想はいかがでしたか。マックのバーガー3種類どれが一番美味しかった、一番最初。ああ、もうあの中だったら多分チキンが一番いい俺。そうね、でも俺も一番最初食ったやつで、だいぶハードル上げた感あった。なんか、あ、こんな感じのやつがあと3種類残ってるんだっていう。なんか食えんことねえわ、これいけるかなと思ったんやけど。っていうかバンズ俺普通に2つ食えるけど、これ2つ食えんぞ。あ、やっぱりお米でそのボリュームある。腹持ちいいな。ボリーミーだ。